どうもクラウンです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。さて今回も泉久先生のサンジャポ出演の件について生放送かと思いきや今回もまた収録ということで、しかもですねもう生収録しているすぐ近くの会議室かなんかでやってるんでしょこれ。もうええ加減生で出してあげたらええのに、なぜかやはり真実を語る者は生出演できないということでしょうか。まあそしてね、今回は例のホリエモンとのバチバチの件も、この収録で語られていますので一部ご覧ください。私のですね、連載記事の中で堀江貴文さんカチンと来られたことがありまして、もう申し訳ないなと思って平謝りしまして、堀江さんは泉さんに1000億円渡せば政権交代の可能性はあるとコメント。私の方としてはいやそこまでいりませんよと、その100分の1で十分ですよと、どうしても政治にお金がかかるとか選挙にお金がかかると思われがちなんで、そんなびっくりするお金がなくても、まあ、日本の政治は変わりますよと趣旨では発言したんですけど、記事の中のまあ見出しの付け方が堀江門も金権政治に麻痺してるっていうような見出しが付けられていたので、なんで政権取る可能性あると評価してんのに批判されるのか分からんな。じゃあ0円で政権取ってみようよ。その後泉さんが謝罪し無事和解、政治に金はかかるのか問題。弁護士としての経験と現状認識を踏まえ関係大臣に質問させていただきます。自身も国会議員を務めた経験のある前明石市長泉さんによると、結局は選挙なんですよね。選挙対策で選挙区に数多くの事務所を構え、数多くの人を雇い、いろんな形でこう、まあ、選挙対策をなさるのに金がかかるということだと思いますけど、私から言うと選挙に金がかかるじゃなくてお金のかけた選挙をしてるだけであって、でかけなければですね、かけないなりに選挙もできますから。ポスターを作って掲示板に貼る紙代とかは印刷機出ます。あとは選挙の車を走らす時のガソリン代も出ますから、まあ、そういう意味では本当に選挙そのものについてはかなり、まあ、公費 で出るので、日本の場合には国会議員であれば高い報酬出てるんですよ。で加えて政党交付金というお金が315億円も出てるわけでしょ。この数十分でしょうと、もう今やったらそろそろ SNS で発信をすればほとんどお金かかりませんやんか。一回スタジオ行きたいね。皆さんも聞いてくれます？ここね今 TBS なんですよ。私ね、明石から今日ね東京まで新幹線乗ってその収録のためにてっきりスタジオかと思ったら、ね、このなんかこのね、なんかもういっぱい仕事してる横の会議室のところで潜ってなあかんけど、で皆さんすいません大丈夫、生放送でも暴れませんから。爆笑問題が生でやってんねんから私ができることないやろ。私はね前から泉さんスタジオに呼びたいって言ってんですよ、はい、うん、でなんで評価してるのに爆笑問題でもできるんだからって、うん、批判されなきゃ。それは本当に そういうところが。そもそもね、見出しは置いといて全然本文は堀江のこと批判してねえじゃねえかっつうの。まあさらにねこれ言うならば、もう見出しに関してもこれ雑誌社が勝手につけたもんでしょうということでね、まあいずれにしてもね、まあ次回サンジャポぜひぜひ生収録お願いしたいところですが、まあ直近でね、泉佐夫先生の生番組を見たいのであれば、この元旦の2時から5時半ぐらいまでやる朝まで生テレビ、こちらでね、まあ田原総一郎さんとのバトルが見れるかもしれませんので、ぜひ皆さんを楽しみにということで、今回は以上となります。ではまた。